なにわちゃんのパワーアップテレビ。こんにちは。なにわちゃんパワーアップテレビ、今からスタートします。じゃ先に、はい、説明の方お願いします。はい、このスタジオですね。スタッフの、マスク着用、あと消毒ですね。でここのスタジオ内なんですが、トレイルという、機械が入っております。これはですね、安全快適に仕事ができるクリーンな空間作り、オフィス空間のウイルス対策、トレイルという機械が入ってますので、こちらオゾンが出ていますので、2人ともマスクをなしでも快適なこの安全な空間で番組をお送りすることができます。もちろんここにパネルもありますので、安全な感じで、はい、安心して番組をご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。自分が厳選っていうあり方を皆さんにお伝えしていて、まあ、あり方そのものね、あり方とはっていうのをずっと、今までお伝えしてきたと思うんですけれども、英語で言うと B ですね。どうあるか、どうありたいかって、そこを探求していくっていうことです。で、それをすることが明日一日ね、ちょっと自分が元気になるためにちょっとトライしてみようかなとか、明日一日の元気が皆さんのまず一歩にあり方を探求することでつながっていけばなということでずっとお伝えしてきました。で、今までは花咲かじいさんとか、それから、うさぎと亀とか小太りじいさんとか、いろんな身近なことを例にとって、あり方っていうのをやってきたんですけれども、その中でもあり方の中でも一番大切にしているのが自分が厳選っていうあり方をお伝えしています。で、自分が厳選っていうのは、今ある自分の感じていること、周りのせいだったり、状況、いろんなこの状況や背景も周りに影響されてるっていう捉えがちなのを、いい悪いは一旦置いといて、全て今自分の目の前にあることは自分が作ったっていう立場を取ってみること。もし OK じゃなければ、その OK じゃないものを作れたんだから、じゃあそうじゃない、本当に欲しいものを自分でも作れるんじゃないかっていう、そういう自分が厳選っていうことが自分自身にパワーをくれる。どうやればいいかは自分の中に答えがあるので、是非あり方を探求していきましょう。はい。で、いつもね、鈴木宏さんのちょっと今日表紙がボロボロになったんですけども、自分が厳選っていう創原社から出ている鈴木宏さんの本があって、これを例えにもさせていただいたりしてるんですけど、ドラッカーって知ってます？ドラッカー、うん、ドラッカー、うん、ドラッカーですか？はい、はい、ちょっとわからない。ドラッカーわかんないですかね。なんかドラマか映画にもなったと思うんですけど、野球部のマネージャーかなんかの女の子がドラカーを使ったら、なんかすごい結果が出たよみたいな、そのドラカーなんですけど、そのドラカーが言ってるピーター・ドラカーのダイヤモンド社から断絶の時代っていう本が出てて、その中の言葉があるんですけれども、ちょっと読んでみます。ここだけなんですけど、はい、お願いします。はい、読みます。人生から何を得るかを問い、得られるものは自らが投じたものによることを知ったとき、人は人として成熟する。組織から何を得るかを問い、得られるものは自らが投じたものによることを知ったとき、人は人として自由となる。うん、ありがとうございます。なんかすごい難しそうに感じるかもわかんないんですけど、これって自分が源泉のそのものをなんか伝えてるなって気がしますし、私は農業をやってますけれども、農業ってまいた種を自分で刈り取ってまいたものしか育たないっていうのが農業なんですね。そういう部分で自分がまいたものだけが初めてこう得られるというか、なんかそういうのにすごく似た言葉だなと思って、いるんですけれども、組織から何を得るかを問い、得られるものは自らが投じたものによることを知った時、人は人として自由になる。組織っていうのは、家族だったり、それから、会社だったり、あとはいろんな仲間と集まるようなサークルも含めてプロジェクトもそうですし、自分がどれだけしたかがやっぱりそれが結果として現れるんだなっていう、当たり前の話のような感じがしますけれども、言葉で言うとそうなんですけど、実際にはやっぱりお金っていうその数字にとらわれてしまったりとか、あと感情にとらわれたりして純粋に見えなくなると思うんですけれども、そういう思いとかは一旦いい悪いを置いといて、自分がこのプロジェクトだったらそのプロジェクト、家族だったら家族にどれだけその自分が欲しいものを自分自身にやってこさしたかなっていうのを問いた時にね、思い通りになってればそれでいいですし、そうじゃなければそれもそこをしっかり自分自身に問うたら見えるんじゃないかなっていうことで、ドラカーさんも言ってます、自分が源泉の在り方を探求していきましょうということで、なんか今この言葉の中からゆうゆうは感じることありますか？読むとね、やっぱり結構難しく捉えてしまいますよね。そうね、そうね。なんかね、人生から何を得るかを問い、得られるものは自らが投じたものによることを知った時、人は人として成熟する。人生から何を得るのか。そうですね。やっぱりそのやったらやっただけのことはあるし。もしその現状に満足いかなかったらやってないんじゃないかなと思うんですよ。例えば組織で言うと、前お話したかも分かりませんけど、大学出たての新入女子社員がね、経営学とかもやっていて、そういう自分が学んだことを会社で生かしたいなと思って、だけど結局ジムでコピーばっかさせられると。でなんか私はこんなことをしに来たんじゃないみたいな、なんかバカにされてるような、本人はそう取ってね、上司にもう我慢できないと思って、私はそのために勉強してきたし、そのつもりでこの会社に貢献しようと思って来たんですけれどもって。だから私はこのコピーをするばっかりの仕事のためにいるのはどうかと思いますと、どうにかしてくださいと上司に言ったんですね。そしたら上司の人があなたはそういう経営のね、節約だったり運営だったり、それが得意だというなら今このコピーの仕事の中でそれをやりましたかって、どれだけコピーのことで節約だったり、そういう仕組みだったりあなたはしたんですかと。でそれをせずしてコピーの仕事をバカにしてるのはあなた自身ってなって、それができてたらやっぱりちゃんと次のステージ行けるんじゃないですかと、うん、もう一度自分のその姿勢だったりものの捉え方だったり自分の在り方っていうのをなんかこう見直されたっていうお話で実際あった話なんですけれども、うん、そんな感じでしょうか。そうですね、うん、その子はでもすごい気づいたじゃないですか。はいはい、それを例えば、まあ、気づかないというか気づきたくないとか、うんうん、そういう子も中にはいると思うんですよね。じゃあそれは会社側のなんかその仕事でしょみたいなこと言う子がもしいるとしたら、うん、なんかそこにその立場がどうこうではなく、うん、そこにまず立ってみませんかっていうお誘いを、うん、まあ言い続けることがいいのか、うん、どうなのかなみたいな。やっぱり自発性、その自分が源泉っていうのはそういう人っていうのは自発性があると思うし、うん、その例えばリーダーシップって背負うことではなくて、うん、その自分が源泉をやっぱり生きてる人だと思うんですね。うん、でそういう部分でやっぱ会社に入るとどんどんやっぱりいろんなリーダーだったり役割だったり責任とかそういうのが任されると思うんですけれども、ちょっと私が関わった人の中で前にいた会社で上司が風邪をひくのはお前のせいだと、うんうん、だからそれで言われて彼はその憎んでたんですね、その前の会社の上司を。でずっと悪口を言っていて、でもう受け取れないぐらいになっていたんですけれども、その上司の方は多分自分が源泉を伝えたかったと思うんですよ。だけどその風に人間だからそれは風邪はひくだろうと。だけどそれを自己管理、うん、もっとすることをできたらいいよねと、うんうん、だから風邪のせいにしてるものの言い方なのかな、うんうん、自分は風邪のせいでこうですああですっていうふうに伝えて、多分上司の方からそういうやり取りになったんじゃないかなと。だから前にサイモントン療法のね、がんのお話をしたと思うんですけど、がんっていうものは大きくて治らないもの、自分ではどうしようもないもので、治療のしようがないものだって思ってる以上はそこから進まないけれども、自分の免疫力を高めることで可能性はあるかなとか、治療法はあるんだって信じたり、そういう自分が作ったものなら、ひょっとしたらそれを作り出す力があるんなら消せる力もあるんじゃないかっていう立場に立った時に初めてその免疫療法とかのね、なんかスタートが始まるっていうのをアメリカのサイモントン療法ではあるそうなんですが。うん、そういういい悪いとかの話ではなくて、誰かのせいって言ってる時点でもうそういうふうにね、いい悪いになってると思うんですけども、でもまあその風邪一つでもやっぱりそうなので、上司の人のそのなんだろう、いい悪いで言っちゃうと自分が源泉が素直に受け取れなくなると思うので、じゃあ風邪をひきましたと、うん、でもしそれを自分が作ったとして、あなたにとって仕事が大事だと思っているし、それをしようと思ったとしても結果としてできなかったと。うん、もう一度自分にはそれを自由にできる力があるっていうところに立ってみた時に、あなたには何かすべきことだったりできたことがありますかみたいな、もうちょっとこう受け取りやすい言い方をしてあげれば、うん、よかったのかなっていうのはありますね。うん、確かにそうですね、そこだけだとね、確かにえって思うかもしれないですね。そうですね、すごい人間関係があって、あ、この人こういう性格だからこういう言い方になっちゃうけどまでいければいいですけど、例えば会社内とか友達がそんなに人間関係がなかったりとかすると、そういうふうに受け取られるかもしれないですね。そうですね、だから本当に憎んでいて、そんなことをできないよってもできないに余計入ってしまって、余計マイナスの会話になってたと思うんですが、やっぱりいい悪いを置いとく、で自分の可能性を見るっていう、そのあり方から自分が源泉に立ってみた時に、自分にできることって何かあるかなっていう、なんかそういう感じで捉えていただければと思うんですけれども。改めてなんかあって思う時もありますよね。普段の生活とかでふとあんまり考えずに言ってることが意外とそういうことがあるのかなとか思いますね。多分上司の人は本来その人をリーダーとして可能性を見てたと思うんですよ。だから信じてもっとこの人にこれが源泉に立つことができれば、もっと本来持ってるこの人が輝くリーダーになれるっていうところからお話しされたと思うんですけれども、まあその場に私いないですしね、その本人から聞いた話ですが。やっぱり受け取れてこそのあれだし、またなぜ受け取れなかったかっていうと、その上司の影響力、やっぱり上司には逆らえないとか、そういうふうな人間としてのフレームだったり風土とか常識だったりあって、それが邪魔したんだと思うんですけれども。だけどその上司の人が自分の一言の影響力を反対にまた意識すれば、受け取りやすいように伝えれるんじゃないかなと思います。例えばお母さんが子供に言う一言も結構ね、自分ではそんなに影響力があると思ってなくても、すごい影響力が子供にはあるので、それがこう23歳の頃のね、純真無垢な子供にはその魔女の呪いのように、こうなんていうのかな、大人になっても残っていくんですね。例えばぐずぐずしてないで早くしなさいとか急ぎなさいとかって言われると、とにかく急がなければならないっていう、その自分の中に入ってしまうので、そのスイッチは無意識で作動してしまうから、ある意味怖いと言ったら怖いし、これは自分の本質だと思い込んでいるけれども、本当のその人のありたいのはそうではなくて、したいからそうしてるっていうよりかは、なんかこう入ってしまった、トラウマっていうとあれですが、教訓みたいな感じでね、急がなければいけないと。だから本来急いで当然のところは急げても、急がなくていいところまで急いでしまう、例えば旅行なんかでも楽しむことよりも次何時にどうだからとかね、ありますよね。ありますね。でそれに使われているって言えばいいかな、自分自身が、それがもったいないかなと、どうでしょうか皆さん。そういう自分が源泉っていうところでもう一度見直した時に、座ってじっと見てると分かんないかも分かんないけど、ふとした時にね、自分が源泉っていうところから今のが本当にしたくてしたってよりかは、それが自分の本質だと思っていたけれども、本当はそうしたいわけじゃないんだよなとかに気づくことがまず一歩だと思うので、ぜひそういう自分自身の思いや行動に思いを馳せて見た時にまた自由になって明日一日の元気につながるんじゃないでしょうか。そうです、はい、じゃあ一旦そうですね、はい、そしたらスタッフさんすいません、きのこのやつを出していただいていいですかね。あ、先に画像で出します。はい、はい、私はしいたけの、農家を今はしているんですけれども、しいたけっていうのは木のチップで、それを固めたものにしいたけ菌っていうのを打つんですね。でそのしいたけを取った後、要はこんなブロックなんですけども、いつもの写真があるんですが、そのブロックを粉砕したものはしいたけの菌が生きているので、すごいいい堆肥になるんですよ。それでその堆肥として知り合いがこんな感じで見えるでしょうか。ワイプになっちゃった。あ、もうちょっと上ですね。これぐらいですかね。はい、ありがとうございます。見えました。はい、はい、右と左、椎茸の菌が入った堆肥と一般堆肥とで、知り合いの、買われた方が、お写真を送ってくださったんですね。で、同じように種をまいてあるんですけど、発芽率がですね、びっくりするほど違ってきましてですね、こんな感じです。もうちょっと上です。はい、すみません、ありがとうございます。わかりますか。わかります、わかります。こんなに違うんです。本当だ。発芽率。全然違いますね。全然違います。まず、種がなんで、育つかっていうのは。見えますかね。種が育つのは、野菜でもそうですけど、栄養をとって大きくなるんじゃなくて、微生物が栄養を、いいですよ。はい、ありがとうございます。土の中の微生物が増えることで、栄養を分解して根が吸いやすくなるんですね。で、はい、しいたけ菌がその土壌を改良するので、例えばネギだったらネギばっかり植えてるとどうしても偏ってしまって野菜ができにくくなったりするんですけども、それだけの発芽率と生育の差があるので、しいたけってすごいなってしいたけ菌の力にいつも感動を自分でもしています。はい、はい、それと、あと、それもお花ですね。葉っぱですけど、レモングラスなのかな、ハーブ。これは、菌床堆肥を使っていただいた違うまた方なんですけれども、お写真いただいて、こんなに育ちましたって。で、堆肥をあげなかった場所の写真もあるんですけれども、これですね。全然違いますね。これなんか雑草。そうですね。それはそう全然違いますよね。これだけ違うんですね。すごい。そうなんです。で、その菌の力っていう自然のやっぱり私はB をずっと存在理由ですよね。 B はどうありたいかってそのものの存在理由をすごい探求してきたので、やっぱり地球環境に優しくて農薬がなくてっていうのは未来の子供に残したいじゃないですか。だから堆肥工場も実は作ったんですね。でそれで堆肥を使ってでその辺に売ってないのが残念なんですけど、であっても混ぜ物をしてあるものが多くって、これは 100% そのしいたけが育ったもので、実はそれでカブトムシやクワガタの幼虫が育つんですよ。そこにカブトムシが卵を産んで、でその中が温度が上がるので冬を越して成虫になって上に上がってくるんですね。だからしいたけが育って、その後、カブトムシやクワガタが育って、でその後こうやって花や野菜が育つっていう循環型の農業を実践しています。でそれだけでは実はなくてですね、その椎茸を取り終わった木のチップの塊で中が椎茸菌がこう中にあるんですけども、それを粉末にして動物の飼料としてトウモロコシだったりして混ぜることですごい元気になるんですね、動物が。だからやっぱ抗生物質とかいっぱい打たれたものを食べるのって嫌じゃないですか。だけど病気になったら困るっていうのもわかるし、でそれでその椎茸菌の入った菌床をこれはヤギなんですけど、はい、動画がありますかね。ヤギさんの動画ありますかね。マイク近いかな。こちらがちょっと、はい、ちょっとね。ここに実はちっちゃなヤギさんが親子ですね。はい。可愛い。はい。同じ行田のヤギ牧場で、今これも関わらせていただくんですけれども、飼料の中にこの無農薬の菌床の木のチップと椎茸菌が入ったそのよを堆肥にせずに。もう砕いてすぐに餌と混ぜてあげることでミルクの出が良くなって、あと質も良くなります。で病気にもなりにくいっていうすごく本来あるべき姿っていうのかな、そういう今までの農業とはちょっと違うそういうのを目指して、もっと広めていきたいなと思っています。動画出ますかね。ヤギさんの動画出ました。可愛いですよ。見てください。この子たちが食べてるってことですね。そうですね。はい。行田市の北河原っていうところで育ってるヤギで、こういういいものを食べてるヤギのミルクで、例えばチーズだったり牛乳だったり、それからアイスクリームだったりを提供できたらなと思っていて、実はヤギのミルクって牛乳牛のねミルクはアレルギーになる元が入ってるんですけど、ヤギのミルクにはそれがないので、ほとんど90何%かは出ないって言われてます。それと、ペットも例えば子猫とか保護してミルク飲ますのに、ヤギのミルクが今はもう当たり前、猫でも犬でもそうですけれども動物にとっても良くて吸収もいいし下痢をしないんですね。だから動物のミルクっていうのはやっぱりヤギのミルクだよっていうのをセラピードッグの先生がおっしゃってました。だから、すごくヤギも人間に貢献してくれてるなっていうのがあって、またそのヤギの糞もなんかウサギの糞みたいにちいちゃいんですけどコロコロっとしてそれもまた肥料として使うことで循環型になっていいんじゃないかなと思っています。じゃあ動画ちょっと見せてもらいましょう。はい。はい、マサル君。あれです。1億。可愛いですね。おとなしいんですよ。で、ミルクのためのヤギなので、ちょっと大きめではあるんですけど、もう堤防の向こうが大トネですね。トネがですね。可愛いね。ごめんね。変ないっぱいいるとなんか。癒されますね。あ、ちっちゃいの後ろいます。ごめんね、お土産なく。あ、これですね。可愛かったですね。はい、はい。だから、ヤギのミルクは、人や動物にも優しくて。例えば、学校給食でも、牛乳だとね、飲めない子もいるから。そういう子たちが、ヤギのミルクの、飲めるようになればいいなと思っていて。今後そういうのもどんどん発信していけるようにしていきたいと思ってます。はい、はい、すごい楽しみです。ヤギのチーズをぜひ。はい、ヤギのチーズ。はい。で、臭くないんですよ。私は結構好きです。全然癖ないと思ってるんで。食べさすものとかね、それとあとミルクの取り方によって匂いを吸着しやすいので、その辺を考慮すれば臭くないチーズだったり、臭くないミルクだったりっていうのはできるので、では今までねあり方の「be do have」で「じゃあ do はどうするの?」っていうやり方はね、 be が明確になれば多分B が明確で、自分の前回やった目標もしくはコミットメントですよね。コミットメントが明確だったら、やり方は自分の中からこれだっていうのがいくつか出てきます。はい、でその中で一番効果がありそうなものを順番にやっていくって、ただそこを向かっていけれるようになると思うので。ちょっと難しいお話になっちゃったかもしれませんが、明日一日元気で過ごすのに、自分がどうありたいかっていうね、自分が何のためにここに関わったんだろう、じゃあそこをもう一回素直に見て行動していこうとか、そういう感じで明日一日を元気にチャレンジしていただければと思います。はい、で今まではこういう小太りじいさんとかね、B を生きるっていうところで小太りじいさんをやりました、ね、ただ自分が存在理を生きる、ね、それから花咲じいさんも同じですよね。花咲じいさんは何があろうが、自分が自分らしく楽しく生きるんだっていうところを生きてたら、どんどん豊かになっていったというお話ですよね。でこのウサギとカメっていうね、コンピテンシーとアビリティっていう、本来ウサギの方が走る能力は高いけれども、達成能力が高いカメが勝つんだよっていう、そしてあり方としてコミットメント、あそこへ行くんだっていうコミットメントをすること、そのことのあり方としてお伝えしてきたと思います。で今日はこれです。わかりますかね。北風と太陽。はい、私は知ってます。知ってます。北風と太陽。小学校ぐらいの時には知ってました。なんか私はね、この北風と太陽っていうのを聞いた時に、なんか太陽が良くて北風が悪いのかなと。なんかいい悪いで捉えてしまってよく分かんなかったんですね。で北風と太陽の、あり方、そこですね、そこを見た時にすごく理解できると思うんですが、太陽はこれを何を教えてくれてるかっていうと、エンパワーメントとフォースの力。で、フォースっていうのはこの北風ですね。無理やり脱がしてやろうという、どうにかしてやろうという、それがフォースを、北風がその象徴として、フォースでどうにかこの旅人の服を脱がしてやろうとする力ですね。で太陽は、エンパワーメント。エンパワーメントっていうのはなんだろう、自分がそこを生きるという信頼のもと、ただそこに存在して人を巻き込むというとおかしいんですけれども、例えばそれの一番世界で有名なのはマザー・テレサさんですけれども、強いることはしないけれども、こうしましょうって、そこ生きていて、そこにみんなが引き寄せられて、賛同して同じように死に行く人の尊厳、人として最後に人として扱うっていうのかな、もともと道路に倒れてあと死ぬだけみたいな人を死ぬ時にその人として最後に尊厳を持って迎えようと、愛を持って死を迎えるようにしてあげたいっていうことをずっとされてきて、それがエンパワーメント、その入り口のところにね、マザー・テレサさんのその病院っていうか、あそこのところに人生はエンロールメント、まあエンパーと、まあ、似たようなものですけれども、そのことが掲げてあって、でフォースと、その強いる力と、それからその人自身が発信していって賛同した人がそこに影響を受けて一緒にやっていくっていうのかな、自発性があるわけですよね、上とか下もないし、そういうのを教えてくれてるんだなっていうのがあります。だからどっちが上とか下とかはないんだけれども、結局無理やりの力っていうのは相手が自発性がないわけですから、自分が源泉に立てないですよね。だからパワーがないというか、やってたとしても力が弱いというか、私農業をやってるじゃないですか。でなんでもともと研修の仕事をしていたのに農業をしたかっていうと、前にもお話したと思うんですけど、お母さんが認知症になったんですよ。で大阪に一人でいたので、東京に来てって言ったら「お前が来い」と。本当に私のことを思っているんだったらそこまでしていいじゃないかと。だけど、子供が高校生でね、転校もさせられないしなっていうところから、じゃあ仕事を変えて、研修でずっとこう九州から東京までこう広島、明石、伊丹、大阪でこうどんどん東京まで行って、それのこうルーティンで回ってたんで、一ところにいなかったんで、365日なんかこう動いてたんで、この仕事をしてる限りお母さんのこの認知症のお母さんとの関わりっていうのは人任せしかできないから、最後を一緒になんとかできればなっていうところから、農業っていう仕事をやろうって決めたんですね。もちろんその農業って田舎に住んだこともないし、農業のことを何にも知らなかったし、で0から1を起こすのは大変だけれども、前にも言ったようにコミットメント、保証がないことをする目標って言ってもコミットメントは全く保証がないわけですよね。でそれを理由なく私はここに行きますって、農業しますって決めること、腹をくくることだったんですけれども、ある意味今考えると、母親がいたおかげで自分がコミットメントをして、そして達成できたっていう、なんか感謝がすごくあるんですけれども、そういうふうになんていうのかな、お母さんがきっかけで農業をしたんですね。ただやっぱりお母さんのために農業をしようと思うと、お母さんが源泉になるじゃないですか。そうですね。だから何かあった時やっぱ弱いんですよね。なんかヒュッて逃げれそうなやっぱお母さんのためにしたけどやっぱ無理とかってなりそうな、でそんなにね農業なめてできるもんじゃないなと思ったんで、やっぱりこれは私が源泉で農業をしますっていう物語を作ったんで、書き換えたんですね。コミットメントを私がしますでないと、お母さんが厳選になって、結局何の責任も取れなくなるのは嫌だし、パワーが出ないので、自分が厳選、自分がするって決めたことなら自分で自分の責任は取れるから、それで書き換えるのにやっぱでも前の仕事は大好きだったのでだから何ヶ月かかかりました、正直、書き換えるのにね、だからなんていうのかな、人のためにっていうのは例えばボランティアとか貢献とかあるんだけれども、でもそして自分が犠牲になるのでもなく、やっぱり自らがしたいからする、私がこれをするっていう源泉で全てなんかやらないと、結局その関わる度合いだったり貢献できる力も違ってくるのかなっていうのは今から思うとありますね。なんか今の話でなんかあります？ぐさぐさしか思わないですけど。ぐさぐさですか？ぐさぐさってわけじゃないですけど、もう本当にそうだな。ただその書き換えって、私もその例えばなんだろうな。もうこういう時が来たのかなとか、だけど、やりたいことと、またその生きていくなんかビジョンとかでごちゃごちゃごちゃってした時に、なんか書き換えってなかなかそうですよね。結局その自分の一番大事なものを手放す。その仕事ですよね。手放してやるっていうところになかなか許可が下りなかったんですよ。でそれは私がこう幼いというか幼稚だというか、お母さんにそこまで愛してもらってないなと、お母さんは一番大事なものを手放してまで私を愛してくれなかったっていう自分の中のフレーム、思い込みがあるんですよ。それは分かんないですね、お母さんがどうだったかは。でも一番大事なものは手放してはくれなかったなっていうのがあってでも事実として私にはそう映っている、事実は本当は分かんないけど私にはそう映っているっていうのは事実ですよね。感じてる私がいて、だけど私がもしそれ以上にお母さんにもらってる以上、自分にとってですよ、母は本当は私がやったこと以上に愛してくれてたのかわかんないですけど、自分にとってもらった以上の全てを投げ打ってでもお母さんを愛することができたら、なんかそんな人間になれたらいいなって。それはお母さんがきっかけで自分が成長するきっかけだしっていう、そういうふうな書き換えです。一個一個そんな感じで、一個一個が、例えば前の仕事は転職だけども、やっぱり毎日違うところを70、80までなってできないじゃないですか。だけど農業だったら70でもできるよねとか、それでもう本当に年をいってから新しいことをしようと思っても無理だよねとか、だからなんで今っていうのがあったとしても、これはチャンスとしてどう捉えるかっていう、なんかそんな感じの書き換えを一個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 して、自分が覚悟を決めるためにもそんな風にしました。だから、多分理由をそんなどころじゃなく、何十もやったと思います。そうです。だから例えば私が研修の仕事をしてました。で実際に研修はこう私がお話をするだけじゃなくて、今皆さんは聞いてるだけなんですけども、私がやってた研修っていうのは体験型でしたよね。だから、話を聞くんじゃなくて、実際に今やってくださいって、今それをやってみてくださいって、そういう研修だったので、より結果にコミットメントがあったらそこに近づくような研修をしてたんですが、そういう研修をしていて、私自身がこう結果をゼロからで、ビジネスをゼロから形を作るのは大変ですよね。例えばいろんな商売とかされても5年経ったらもう半分以下とかっていうのは、このコロナになる前からそういう世の中だと思うんですけれども、やっぱりそれをお母さんをこっちに東京まで、埼玉、実際には埼玉ですけど、呼んでまでするわけですから、絶対に形にするんだっていう。しなければならないんだと苦しいんで、うん、絶対するんだと、うんうん、もう何の保証も何にもないけど失敗したらまたそれからただ、うん、納得いくまでやるっていう、うん、なんかそれをずっとやってきたんですけどね。うんうんだからそこにもってお母さんの認知症のお母さんとの関わりを持つっていうのは結構、うん、ハードだなとパワーがやっぱそうですねそうですね。でも実際にはもう本当に感謝しかなく、うん、やってよかったなっていうのがありまして。うんというのはうちの母親はすごいわがままですし何でもかんでも OK の人じゃなかったんですよ。うん、梅干しの話しましたっけ？梅干し、はい、庭に梅の木があるんだけどそれは食べないでまあ大阪なのでね和歌山の有名な梅があるんですけれどもそのなんだろうななんて梅でしたっけ有名ななんか高校の名前のそうそう、うん、ある高校が作った梅ですよね、うん、その梅の、完熟があって明日買ったら取ったらちょうどいいみたいな電話が来たらそれを摘みに行くみたいなそれで梅干しを作るっていうなんていうのかなすごいストイックで、全てがその人だったので、南高梅ですね。ありがとうございます。そうそうそう、南高梅。南高梅が完熟になった、その前日に電話をいただいて取りに行くっていう。で、そのこだわりの母がやっぱり私が全てをこう置いて母を迎え入れたので、母も実は全て置いたんですね。だからまあ、一応は施設に入っていて週2日私が見てで時々昼や夕方連れ出していろんなとこへ連れて行ってたんですけど「ご飯どう?」って言ったら「おいしい」しか言わないんですね。遠慮してんのかなと思ったら「うんうん」って「うん何の不満もない」って「うん幸せよ」って言っていただいてもう別人でしたね。だから母から学んだことも多いですし、そのやってよかったっていうのがすごくあってただ農業がうまくいったっていうそれだけじゃなくてきっかけは、まあ、母で、うん、でやっぱりその初心をずっと思っていたくて今回そのヤギのミルクの話をしたんですがしいたけのその、菌床から派生するすごいいいものはどんどん生かしていこうってそういうことです。うんもうそろそろお時間になりました。そうですね。うん、2分ぐらいですかね。うん、まあ、私の話がまあ、人事って映るかもわかんないけどもし皆さんにもねお母さんがいたりすると思うしお父さんがいたりで自分の人生でどう違いを作っていくか、うん、大きく抱えることはないけどなんかそういう自分がどうありたいかっていうのを本当に見た時に、うんうん、そうすると降参できるんですよね。自分自身に、うん、前回もねお姉さんとの関わりを降参されたと思うんですけれども、うん、明日まず一日元気で生きていこうっていうそのために自分の B をしっかり見ていただければと思います。はい、そうですね。なんか一言最後に、はい、そうですね。いろいろこう迷ったり日々あることでたまにこう書き出してみたりとかするんですけど、うん、まあ修正があってもいいなとか、うん、ちょっとあんまりストイックにならずに、うん、最近してたので、うん、そこでまた気づきとかを日々やっていきます。はい。ルーはどうでもよくてやり方はね、だからあり方と自分がどう最終になってたいかっていうねBとコミットメント目標、うん、そこを見直せば、明日だったり大きなことであれどんなことでも、自分で責任を取れる、自分が源泉立って見れる人生があるんじゃないかなと思うんで、ぜひ自分自身の B を明確にしていきましょう。はい、そうですね。はい、次回は4月の5日ですかね。そうですね。はい。また月曜日ですね。はい。途中休憩もう一回入れようと思ったんですが長なって毎度ですがはい、じゃあ次回もよろしくお願いします。